いきなり音符見て弾こうっていうとすごくもう道のりが大変なのでまずは楽器のどの音がどこにどの音があるか覚えてコードを追っかけて押さえましょうみたいな話をしていくと思うんだなと思います。まあ、それをねだんだん時間かけていきましょうって感じで、最初のこの練習なんですけど、はい、これは開放弦の練習です。さっきのミとラとレとソです。で4つずつ弾きます。はい、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4みたいな4つ固まって、足をちょっと一緒に振りましょう。はい、そうそう、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、4拍で一塊です。はい、でこれをじゃあ今度は間に等を入れて、はい、1、2、3、4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 、
三、ド、シ、ド、一、ド、二、ド、三、ド、シ、ド、ド、ド、三、ド、シ、ド、一、ド、二、ド、三、ド、シ、ド、そういうこと。で、今足がね、一、ド、二、ドで両方踏んでる。一、ド、二、ド、三、ド、シ。足は、開放弦。